この日はね、なんか最近さ、越生が好きになってしまってね、ちょっとまた越生に行こうと思ってます。結構ね、越生のファンです。越生好きだな。奥武蔵ってすっごい綺麗だよね。なんかね、そんなにね、山好きじゃなかったんだけれども、なんか奥武蔵グリーンラインか、あれを走ってからね、ちょっとね、山が好きになってしまって、で、これさ、なんつうんだろう、先週も実は行ったんだよね。先週も行ったんだけれども、ちょっとそれはちょっと没になってしまって、まあちょっとね、諸事情があってね、この辺ってさ、なんかめちゃめちゃね、蛇が多いんですよ。僕もね、東京行った時は1回2回ぐらいしかね、サイクリングロード走っててヘビ見たことなかったんだけど、結構ね、なんつうんだろう、この辺、荒川であったりとか入間川であったりとか、この辺のね、サイクリングロード結構ヘビが出んだよね。で、先週もね、この辺だよ、ちょうどこの辺走ってる時にヘビがね、横断して、でさ、後ろから嫁さん走ってきてたんだけれども、急ブレーキかけるよーっつってさ、かけたんだけれども、嫁さんのブレーキが間に合わなかったのか、後ろからドーンと来てね、ディレラーハンガー曲がっちゃったんだよね。もうそこからさ、変速がグダグダになってしまって、で、先週はちょっとね、途中で引き返したんだよね。ちょっとあまりディレイラーハンガー曲がってる状態で走るのもさ、あれだから。ってなところでね、今回そのリベンジライドに、なってます。本当にね、先週もね、天気良かったんだけれども、今週もね、梅雨だよね、もうすでにね。なんかね、天気が良くて、すっごい。すごいいい日に行けたなと思いつつ、リベンジだと思ってちょっと行ってるような感じになってます。でさ、もしかしたら前を走っている嫁さんの自転車が少し変わっていることにお気づきの人はいたでしょうか。いたのかな。いねえか。前さ、奥武蔵グリーンライン走った時に、ディスクブレーキあった方がいいんじゃねみたいな話をしたんだけれども、それはちょっとね、嫁さんもそう思ってたらしくて、やっぱりさ、なんていうんだろう、機械式のワイヤー行きでのさ、やっぱりブレーキって、このボトムブラケットじゃない、ごめん、ブラケットか、ブラケット握る時にあんまりさ、こうグッと握れないじゃない。でさ、やっぱりなんかこうちゃんと握れるブレーキがいいよねって。で、もしかしたら別にドロップハンドルじゃなくてもいいんじゃないって嫁さんが言っていて、クロスバイクのほら、フラットバイク系、フラットロードか、フラットバーロードバイクか、あれでいいんじゃねっていう話になって、嫁さんのバイクをね、フラットバーに変えたんだよ。ドロップハンドルからフラットバーに結構ね、時間かかったよ、いろいろと。シフターも全部交換したし、ブレーキもそうだし、ワイヤー類もそうだし、あとポジションとかもさ、普通のさ、ステム、今まで 90mm ぐらいのステムつけてたんだけれども、やっぱりフラットバーロードに変えるにあたってはさ、やっぱり窮屈になっちゃうじゃん。 90mm だけつけてて、フラットバーつけちゃうとドロップ分っていうか、こうリーチ分がなくなってしまうんでね、ドロップハンドルの。だからね、その分を足すためにステムをね、 150mm っていう超長いステムをドーンとつけたりとかしてさ、結構いろいろとね、やってね、フラットバーロード化したんだよね。なんかね、それがすげーね、好評みたい。今ね、ここ結構僕も結構一生懸命踏んでんだけどさ、嫁さん早くなっちゃってね。なんでなんだろう、フラットバーの方が早いの。そんなわけないよね。ほら、これなんか結構ね、前までは嫁さんがドロップハンドル使ってる時はね、結構後ろ走ってるのが多かったんだよ。たださ、フラットバーに変えてから結構前を走り出して、ここもさ、俺がちょっと前からちょっとゆっくりにしてみたいな話をしてさ、道俺知ってからね、でさ、ゆっくりしてもらって、なんか俺が前行ってるような感じなんだけれども、
なんかね、フラットバーが原因なのこれ。あ、フラットバーにするにあたって、あの 150mm ステムって買ったって言ったじゃない。で、150mm ステムにした時に、あの17度の水平ステムしかなかったんだよね、 150mm だと。で、それをつけたんで、若干今までのポジションよりも、あの高低差というか前傾がきつくなってるはずなんだよ。で、もしかしたら、あのそれによって速くなったんじゃないかなと、フラットバー関係ないんじゃないかなとか思ってんだけれども、なんかね、速くなっちゃったんだよな。で、あとね、やっぱりブレーキングはすんげーいいって言ってた。ごめん、なんかこの動画ちょっとなんかフラットバーロードについて語る動画になってしまっているような気がするんだけれども、まあいいか、うん。なんかね、あのやっぱりドロップハンドルよりも全然こうブレーキかけやすいって、なんでこれにしなかったんだろうとか言ってたんだけれどもさ、確かに、確かにかけやすそうだよな。ドロップって何がいいのか、で、俺もね、いろいろと調べたんだよ。なんでそんなに、フラットバーがいいのかなとか思って、で、いろいろネットで調べていたら、なんか日本だと長距離ってあのドロップ一択らしいのさ、で、ただね、その、まあネットで検索した時にヒットしたブログで書かれてたんだけれども、海外行って実はね、長距離向けの自転車って大体フラットバーらしいんだよ。へえと思いながら見てたんだけれども、だからあの何でかっていうとね、やっぱりドロップってちょっと前傾だったりとか、もう速く走る、なので多少コントロール性を犠牲にしてる部分もあるのかもしれないんだけれども、やっぱり長距離って疲れてきたりとかさ、まあいろいろあるじゃない。で、そうなった時にちょっと速さよりも、まあ、コントロール性能であったりとか、まあ、安全に走れるとかね、そういったところをちょっと取ってフラットバーの方がいいのかなとか思ってるんだけれども、まあ海外の方はなんか、フラットバーがメインらしいね。知らんかった。俺ずっとドロップハンドルの方がいいと思ってたけど、へえと思いながら。まあそんな感じでね、今日は、嫁さんがフラットバーと、で、俺がドロップハンドルでちょっと向かっているというような感じのライドになってますと。ね、今回もね、あの奥武蔵グリーンラインをちょっと、行こうかなと、思ってるんだけれども、ちょっと今日はね、アジサイロードとかあの辺にもちょっと行ってみようかなと思ってます。で、ただね、動画ちょっと回したら結構な時間になってしまったんで、今回もね、前編後編って形で分けようかなと思ってます。で、まず前編はね、今これちょうどね、あの上りだね、奥武蔵グリーンラインの手前じゃないかな、手前だね、手前の、ちょっと山道なんだけれども、ここからね、縁側カフェっていうところに向かっています。で、これが前編になります。で、これ縁側カフェに向かっている、上りなんだけれども、あのね、めちゃめちゃ綺麗、本当にさ、この大瀬というか奥武蔵というか、めちゃめちゃ綺麗だよね。つか、あの俺そのめちゃめちゃ綺麗としか言ってないんだけれども、あの左側かな、左手にね、あの川が流れてんだよ。これ綺麗な川が流れてて、で、目の前はさ、すんげー山でしょ。で、右手はね、ちょっとね、なんて言うんだろう、苔がこう香るようなツタが香るのかななんかそんな感じのさ、あの道でさ、めちゃめちゃ気持ちいいんだよね。なんなんだろうね、これね。あ、でさ、俺ここでちょっと一つ言いたかったのが、やっぱりね、ロードバイク皆さん乗ってる方、まあこれから乗りたいと思ってる方、まあいろいろ、もしかしたら見ていただいてるのかもしれないんだけれども、あの一番のね、魅力、最近ちょっと思うところがあって、それは何かっつったらね、やっぱりこう毎週末が旅行に変わるよなんか偉そうだな俺、あの毎週末が旅行に変わります。あの100キロぐらい走ってるとね、この日もね、100キロちょっと走ってんだけども、偉そうだな、俺。何なんだろう。まあ、いっか。あのね、毎週、なんか偉そうだな。
もうこれいらない、まあいいか。あのね、あでごめんね、あの毎週末が本当に旅行に変わるっていうのもあるんだけども、ここでさやっぱり綺麗だからね、みんな写真撮ってんだよね。うん、であの嫁さんがさ、ここでほら一人パスしたというか一人写真撮ってるからさ、抜いてったというか、抜いてったじゃない。でね、なんかね嫁さんちょっとプライドがあるらしくて、抜いたからにはね、あの抜かれたくないと思ったらしいんだよね別にいいじゃんね、ゆっくり走りやねって思うんだけども、いやけどな、確かに抜かれたくないっていう気持ちもわからなくもないよね。うん、というところでね、あの嫁さん結構頑張って踏んでるらしいんだよ。で俺全くついていけてねえからね全くついていけてねえから本当にだって周りがさ、あのめっちゃ綺麗じゃん、ほら川とか流れててさ、すんげえ綺麗なんだよこの辺、めっちゃ綺麗と思いながらさ走ってるけど、嫁さんはそれよりもちょっと抜かれたくてと思って、これも綺麗だよな、この橋をこうね渡ってさ、いやー本当にさ、冬もずっとこのなんて言うんだろう、あの山までは来れなかったんだよ、あの3月とか2月とか。ただ来てみるといいね、山ってこんなに綺麗と思わなかったな、すんごいね、綺麗だしな、山ってすげえな。綺麗だ、めっちゃ綺麗でさ、そんなことを思ってたらさ、ほら見てみん、これ見てみて、誰に言ってんだろうあのね、すんげえ距離がね嫁さんから離れてしまっていて、嫁さん道知らねえんだけど大丈夫かなとか思いながら、もう見えなくなってるしこの辺で、あと後ろから来た人めっちゃ速いしこの辺ってさ何度ぐらいなんだろう、結構ねシャドウあったはずだよこれめっちゃ速いなーとか思いながら、あとねごめんちょっと言い訳させて、あのほらあのマスクの合間からほら見えてんじゃん、これなんだか分かる人いたらすげえなーと思いながら、あの思ってんだけれども、これねあの防塵マスクなんですよ。あのめちゃめちゃ花粉症で、あのあと黄砂とかあの PM2.5 とかそういうのもねめっちゃ弱くてね、あの実はちょっとそれを防ぐためにあの防塵マスクしながら今山登ってます。つかずっとね防塵マスク常に、してんだけれども、めちゃめちゃ苦しいもう息できねえしでね、そんなねちょっと登っているってところちょっとね言い訳を一つさせてください。まあ、させてくださいって誰に言ってるのかよくわかんないんだけど、ちょっと言い訳です。もう本当にね貧客なんだけれども、貧客プラスこのなんていうの、あのアレルギーというこうダメージを負いながらだってこれしてかねえと鼻水止まんないしさ、あの後々帰ってきてからちょっとねあのアレルギー的なところで大変なことになるんで、ちょっとそれをしながら登ってるんだけれども、ちょっとね夏になって、本当に真夏になったらあの意外ともうね防塵マスクしなくてもいいかなと思ってるんだけれども、まあ、ちょっとそれまではちょっとしとこうかなと。なんかいいマスク、あの防塵マスク的なところの効果がありつつ、あのそんな息苦しくない、マスクすんげー欲しいです。あのこれもしあの見られているメーカーの方がもし、まあ、いるかな、まあ、俺のチャンネル者数だと全然、チャンネル者数というかね視聴率というか視聴回数だというとね全然見ていただける可能性は低いかもしれないけど、これマイナス4めっちゃ出とるな、ちょっと見ていただいていたら、ぜひぜひ開発をお願いします本当にお願いします、うん、でそんなところで、そろそろ、縁側カフェに、着きそうな感じかな。でさ今もさちょっと来たんだけれども、このね縁側カフェに向かう前にね橋なんでね、ちょっとした橋をこうちょっと渡ってくるんだよな。それもまたねいい感じなんだよね。でちょっとねあの川のせせらぎであったりとか、あの本当にねなんて言うんだろう、昔ながらのすんげーいい田舎みたいな
本当にね、すんげえいい田舎みたいな、なんて言うんだろう、綺麗だよな、なんか山にさ囲まれたさ、なんていうんだろう、ちょっと冒険しないといけないみたいな、ちょっと旅行しないといけないみたいな、この雰囲気がまた最高でさ、ほらちょっと縁側でもさ、あのやっぱり皆さんちょっとご飯食べれていて、でこの日もね、俺ちょっとね直前に予約したんだよ、10時半ぐらいに。そしたらね、縁側いっぱいで、あの奥の方のね、あのテーブルでご飯いただいたんだけれども、ちょっと次来る時は絶対縁側だよねこの山とか見ながらさ、あのお茶したいし、めっちゃめっちゃお茶したいしもう一回行くけど、めっちゃお茶したいしでこれすんげー美味しかった、あの真ん中にあるやつなんかよくわかんないんだけど、すんげーうまかった、あの体にもめっちゃいいんだろうなと思いながらね、すんげー美味しいところで、ごめんなさい、そんなところでね、ちょっと前編はちょっと以上になります。でちょっと次回もまたねすぐアップしたいと思うんだけれども、ちょっと後編も作っていきたいと思ってます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ではでは。